では先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、今回湯島の、湯島の高台に立つ、邸宅マンションでの作品ということで、今回の作品のモチーフというか、あの形になるイメージといいますか、持たれているのはどういう発想でああいう作品になったんでしょうか。やはり日本の文化ということで、やっぱり日本って桜というイメージがすごく強いですね。それもやっぱり絢爛豪華な桜、特に僕は今日本文化のリンパ宗達であるとか、そういうのがとても興味がありまして、その辺のモチーフからですね、桜というものをテーマに選ばせていただいて、やはり日本の伝統的な色、それから形というものを追求しております。あれですよね、最終的にそのもうソーゴールって黄金と言いますか、はい、日本的な言い方はちょっと不明瞭わからないですが、はい、あの世界に、全てそれに仕上げるということへの思いとか狙い、こだわりっていうのはどの辺なんですか。そうですね、日本の文化の中にはわびさびというのが普通言われますけど、もう一つカビという、中華のカと書くんですが、カビという美意識がございまして、そのカビの部分を少し強調した作品になっております。ですから全てゴールドなんですけども、その中にちょっと銀を入れまして、渋いそういうもわれみたいなものができる世界が、夜桜のような、少しこうもやってるような可憐な桜ができればいいなと思っております。では先生も先ほどおっしゃいましたが、そのあと、先生の言葉にも、その安土桃山からの日本の古くからのその美意識ということですが、その辺と今回のその湯島の、天満宮であったり、元東大が考案で云々と、江戸時代ですね、いろいろ歴史がかなりある中で、その最先端のマンションがその中に立つということで、そういう、なんていうんですかね、その歴史と先端をつなぐっていうような、何かそういう思いみたいのはあるんですか。先ほどお話ししましたけど、もともとその日本の美意識の原点である室町桃山が今の日本人の美意識の原点の一つと言われてるんですけども、そういうのを継承しながら、現代の建物にある、そうですね、クールジャパンのようなイメージの想像ものができたらすごくいいなと思ってるんですよ。ですから全く日本的というよりも、少し海外から見たような日本というような色合いがちょっとあるかもしれませんけども、そうやって現代の建物にあくまでマッチした作品を作りたいと思っております。ありがとうございます。ではちょっと繰り返しになるじゃないですか、B タイプと思っていただいて、その特にその、あとその美意識、先生の、それはこういうことだと、先ほどの神、ということを見せられました。それで、今でもうちょっとその神というのはこういうことを、なんいう美しさですよ、それを表した作品だみたいにまとめていただけると、まとめてね、それちょっとね、長くなって、ちょっと宗教的な話もしたんですかね。それはあるだけあってもいい、例えば僕ね、もちろん、ね、宗教ってもなんとか宗じゃなくて、僕ね、修験者山伏なんですよ。その話をしてもいいですか。では改めまして、その日本の古くの美意識と、この作品に落ちているというあたりは、お話しください。僕は玉水大学というところで学んだんですけども、やはり基本的なベーシックな教育というのは西洋から来た、西洋美術をベースにした彫刻を学んできたときに、その原点としてはムーブメントとか素材とか、そういう美しさっていうのを学んできたんですけども、どうもちょっと自分の中でノイズがありまして、ずっとちょっと違うなって違和感を感じた時に、僕は35の時に、出身が山形なんですけども、山形に秋の峰といいまして、山伏をする行があるんですね。それは一般の人が入れる行なんですけども、そこに、約9日間の行なんですけども、それを5年続けてそこに通わせてもらいました。その時に日本、その時にいろんな日本の1400年続いた文化の奥深さとですね、そこにある美意識というものをすごく感じまして、やはり日本人が持っているアイデンティティの素晴らしさと、これは、
やはり世界に打ち出していける一つの要素じゃないかというふうに確信できましたので、それから思い切って、もともとそのちょっと抵抗があった日本の美意識ということを強く打ち出すような作品に変わっていったわけです。なるほど、はい、その美意識っていうのは、例えば具体的になり、こういうことが美しさなんだって日本のっていうことで、どのいう、例えば日本の、例えば美術という言葉自体が明治以降の造語なんですね。もともとアートっていう意識は日本にはございません。もともと工芸がベースにある日常の中の美意識なんですね。一番いいのは床の間ですね。美を飾るための空間が日本の住宅の中にあったというのは多分世界的にも稀な民族じゃないかと思うんですね。その美意識がその明治以降どんどん特に戦後廃れていくわけですね。そういう中でそう思っていた美意識をもう一度深く打ち出すことと、やはり四季折々に花を飾って書を掛け替えて、そういうものが生活の中に延長線上にあったっていうことがやはり特筆すべき、美意識ではないかと思っております。なるほど、はい、ありがとうございます。あと今回のはですね、先生の作品はそのゲートを開けて、はい、エントランスの正面、はい、でエントランスの中心的オブジェとして、はいはい、あるわけですが、まあ住民の皆様は今後毎日、まあ、それを 目にされて、生活されていくと、これから長い時間そういう空間に置く作品だということに対しての何か思いとか、そういうのはございますか？ありますね。特に作品というのは驚かすという要素もあるんですけども、僕が目指しているのは生活の中に寄り添う作品を目指しております。ですから毎日驚きではなくて、ほっと帰ってきた時にほっとすると、で出かける時になんとなく送り出してくれるような、生活の中に寄り添っていくような作品になればいいなと思っております。はい、ではですね、あと、これも偶然なのかどうか僕は分かんないですが、今回のその、空間はですね、エントランスホールの、まあ、外がたまたま低い空中庭園っぽくなっていると、で一方先生のちょっと資料を拝読させていただくと、作品にその重力に対する解放、はいね、はい、ちょっとそれがなんかすごいリンクといいますか、なんとなくですけど、はい、その辺はいかがですか？それはもう若い時から意識しておりまして、やはり彫刻っていうのはすごく量感があって重量感があるというようなものが一方であるんですけども、と同時に軽やかさっていうのがやはり僕は非常に興味がありまして、特に日本というのは軽みという言葉がありますように、少しこう可憐だったり儚かったり少し傾いている不安定みたいな、ほんの少しなんですけども、そういう要素というのが日本の美意識の一つ流れの中にあるのではないかと思うんですね。だそういう意味でちょっと例えば日本でいう四天王の仏像がありますけど、あれ西洋的な彫刻から見ると重心が狂ってるんですよ。というのはそれでいいわけです。あれは神の世界ですから空中にある仏像なわけですよね。ですから重力が地上に向かって作用する必要は全くなくて、空中に置いていていいわけですね。だそういうような軽みみたいな、ちょっと浮いたような世界というのはとても魅力的です。はい、ありがとうございます。では最後にですね、はい、こういう質問が適当かどうかわからないですが、はい、作家としてですね、はい、まあ、先ほど言った毎日いられる住民の皆さんに、メッセージというか存在というか、こういう思いで思いなんかのがちょっと伝われば、いいなとか思ってらっしゃることとか、何か作品を通してですね、作品を通してことを、もしくは、例えばそのさっき言ったその面でちょっと日本のその意識っていうのが少しこうそれによってこう日々のエネルギーにつながるか分かりませんが、非常にこれは難しいあれだと思います。もしあればで結構なんですけど、何かそのあそこ住まれる方に作家としてメッセージお言葉では、やはり
住民が訪ねてくる方とやはり訪れる方とそれから毎日住まわれる方というのはやっぱり意識が違うと思うんですね。そういう意味で特に毎日住まわれる方というのは多分あまりその先ほどちょっと同じことを繰り返しますけども、毎日驚きでは疲れてしまいますし、かといって何もないのではつまらなすぎる。だからその いい塩梅のような空間ができればいいのかなと。で特に私の作品を見てあるおばあちゃんがあなたの作品を見ると元気が出ますわと言ってくださったおばあちゃんが見ました。そういう意味でふとした時にちょっと元気をもらえるとか、ふとした時に心が和やかになるとか、そういうものが感じられる作品ができたらとても幸せだと思っております。